はい、えー、それでは始めてまいります。皆さんこんにちは。では始めてまいります。えー、2017年出題ート論点ローラー大作戦え第一回目民法不動産党教第一回目始めてまいります。えー、配布物の方を確認をお願いいたします。配布物は二つございます。講義教材と板書用紙、板講義教材と板書この二つがあることを確認をお願いいたします。ではちょっと一回目なんでどういう講義かということを説明していこうと思います。えー、講、え、義、ー、教材二ページの方をお願いいたします。 え冒頭から言いまして、えーと、講座のコンセプトというふうに載っていまして、1番、講座の目標。えこちら、3つに分けていきます。出題可能性が大きいもの。出題可能性がそうでもないもの。まあ、これは可能性が低いもの。という形で、A、B、C とすべての科目のすべての分野を分けていきます。具体的に言うと、4ページの図を見てください。 で、今回、民法相続と物件についてお配りします。民法相続については、このあたりは今年怖い。で、ここはそうでもない。まあ、これはそれ以外かなという形で、すべてについてランク分けをしていきます。結局、全部がやれりゃ、こうしたことないんですよ。でも、どっからやればいいのかと。逆に言うと、どっからやるのが効率的なのかと。っていうのが、この図でわかると思います。 まずこのように分けることが一つです。戻ってやってください。2ページの方。はい。第 A ランク。そうでもないのが B ランク。一番右。小を C ランクとしまして、A ランクの下。ここについて講義と演習をしていきます。2番。講義の進め方。かっこ1。科目ごと範囲ごと出題へ傾向の分析。 で、カッコに科目ごと範囲ごとの出題予想をしています。で、この予想というのは、勘という要素は全くありません。え、この、えー、予想講座、もう10年近くやってますが、勘を入れると外れます。勘を入れると、ことこの、えー、とにかく外れます。えー、こちら、出題者は役人です。役人は周期性を持って作ってます。だから、審査請求はオリンピックにしか出ないんです。 で、周期性をずっと言ってきますので、その周期性に基づいて予想をしています。え、それを聞いて、あ、それだったら出そうだなっていうのをね、実感したらぜひそこはしっかりやってください。で、次、括ッ三3。そこについての演習。で、括ッ四4。レジュメを使って派生論点等を説明していくと。そしたテキストの構成。過去問知識。密室、密室でも難解。え、カバーしているのは一番左の過去問。 絶対やってほしい過去問。あやと、あえあと真ん中。密室。え、当連問題です。当連問題でも難解なもの以外です。具体的に言いますと、ページで言うと何ページだっけなえっと、6ページ見てください。6ページなんか見てやってください。6ページの方に、えっと、問題が出ていて、で、過去問の番号、えー、上から3つ目なのか、えー、17、4の一 17年の4のい4番目は17年の4の後となっていたり、1番はオリジナル、2番もオリジナル、で5番もオリジナルになっています。これ,これが当連問題です。当連問題でこれは押さえてほしいというものと、過去問でこれは絶対やってほしいとっていったものだけ左側に載せています。そして、右側にはそれに対応する図表、右側にはそれに対応する図表をつけています。 左側の知識で間違えたものはえ、右側の図表を見て、あ、ここ間違えてるんだっていうふうに色がつけられます。なんで、問題と答えと、そしてそれに対応する図表という形で作っています。どっかで見たことあるうん、その通り。え戻ってください。2ページの方。テキストの構成の損した。狙いは正答率40%以上の問題を取るための足集と図表です。 40以上取るための,ものですなんで、もあまりにも低すぎるものはもう狙いません。で、その下に、2016年度目標、拓一ターゲット攻略講座から抜粋加入しています。なんで、もし拓一ターゲットを昔捉えていた方は、ぜひ自分が持っているものをぜひ使ってほしい。ただ、ちょっとだけね、過失とかしています。その時に少し間違えたとか、もしくはこの表現の方がいいんじゃないかとか、いったものに関しては、ちょっとずつ修正を加えています。 で、え、こちら、次、4番。復習の方法。開講から5月上旬、この講座が終わるまでは、この講座の受講、プラス、A ランクの徹底的な学習をしていってください。具体的に言えば丸一番。講義中に解いた問題で、まず間違えた足をマーク、図表の確認。全部を解くわけじゃありません。で、講義中に解いてミスったと。講義中に解いてミスったってものを、ぜひ、うちに帰るまでに、 図表なり、答えなりを見て確認をしていってください。そして、丸の2。隙間時間を使って、講義中触れてない問題を解いていってください。で、間違えたものはもちろんマークしていってください。で、え、それが丸3か。間違えた足をマーク、そして図表を確認する。ここまでは絶対やってください。で、その上で、このテキストを繰り返していくのか、 それとも、ご自身の持っているテキストを繰り返すのか、それはもうご自身がやりたい方でやってください。この表で、あ、まとまってからこれでいいやと言ってこれでやるのもよし、えー、いろんなものに手をつけるのはまずいと思うから自分のものを繰り返すのもよし、そこはお好きにしてください。一方、右。5月上旬からあと本試験まで。こっからは B ランクの論点の学習に入ってください。で、そこでは普段使用しているインプットテキストを読む。で、その後過去問を解く。 等連問題を解くで加えてこの冊子の問題だけは絶対やるこの冊子の問題だけは絶対やる A ランクのところが抜けないように A ランクのほうが抜けないようにほとんどの方は問題演習のほうが好きだと思いますのでこの今回お配りする14回分の冊子の左側の問題だけひたすらやっていくただ人によっては図表のほうが好きだという方もいると思います その他の場合は、問題を解くではなく、ひたすら図表だけ見るというのでもいいと思います。これはもうどちらでもお好きな方を選んでください。では、ちょっと語卓が長くなりましたえ。本題に行きましょう。右のページ見てください。3ページ。え今回は民法総則と物件の途中まで。で、こちら1ページの方、あ3ページの方には、 民法相続の傾向が載っています。22年から出ておりますが、4、5、6、3問出てると。4、5、6、3問出てるということ。で、次に見てほしいのは正当率です。28年以外、28年以外の正当率を見てください。28年以外、正当率がすごく高いんですよ。 で初めて28年になって正答率を落とすかなり難しい問題を出してきましたただ基本ここは取らせると基本ここは取らせるんだということは意識してください456は取らずにくるんだとで下に今度図表がありまして横に見えてください4つの分野があります大きく分けると 自然人、意思表示、代理、時効の4分野があって、4問中3問は、ほぼこの3つから3つ出るか、どんなに多く少なくても2つは出るんですよ。なんで、普段の学習からは、まずここを真っ先にやんなくちゃいけないってことです。では、その上で、 どんなところが A ランクということになるのかという話にいきたいと思います。いいかなページはじゃあ5ページの方をお願いいたします。はい、でページの方は5ページで、意思表示、特に錯誤です。でここには意思表示。 総則心理留保、虚偽表示、錯誤、そして詐欺、脅迫というふうなのっているんですが、この分野、2年連続お休みがありません。で、去年休んでいますから、ここからはまず1問出ると思っていいと思います。で、錯誤のところ、出題の感覚、各、錯誤の出題の感覚、17年から見てください。 2年空いて出る、2年空いて出る、2年空いて出る、そして今2年空いているというところで、錯誤というのは真っ先にやっていってほしいのです。うん、では、問題演習をしていきましょうか。ページをめくってください。できれば紙か何かを一つご用意ください。ありがとうございます。 えー、紙か何かご用意されて、丸ツが隠れるように、丸ツが隠れるように。で、構いません。では、こちらの方、6ページ、一番上、錯誤の要件と効果、1、2、3、4、5、この5個やってください。1、2、3、4、5、5個やってください。どうぞ。 はい。では、そこまでにしましょうか。右のページの図表を見ていきます。昨後の要件と効果。昨後の要件と効果。ちょっと図表を画面の方に出しております。A が B に対し、昨後に基づく意思表示。A が B に対し、昨後に基づく意思表示をした、いたしました。誰を保護していくのかと。っていうと、基本は A の保護。でも、 少し、事情が入ると、B の保護。で、裁例外、B の保護もいらなくなる。B の保護もいらなくなる。まずは A の保護。次に B の保護。場合によっては B の保護もいらなくなる。じゃあ、まずは原則から。原則。表意者の意思表示に、要素の錯誤がある場合、意思表示は無効になる。 あんまり正面で出ませんが意識してください。要素の錯誤重要部分の勘違い。要素の錯誤重要部分の勘違い。重要部分なければ無効主張できません。重要部分なければ無効主張はできません。例えばです。あ、なるほど。この講座はこういう人が講義をしてくれるんだ。眼鏡をかけなく結構爽やかな人が講義してくれるんだ。実際、なんだこれ違うじゃねえか。 これは誤解だ俺の勘違いがあった講師がメガネをかけてるかどうかは講義の重要な部分でしょうかそうじゃないと私は思いたい。重要部分じゃないと無効主張はできない。重要部分じゃないと無効主張はできない。で、さらに下2行。ここはまだ密室です。 作語無効を主張する者は、事故の一生に、要素の作語があることについて立証責任を負う。線引っぱって、要素の作語はある。要素の作語がある。聞くぞ。要素の作語はあったら得するのは A と B。どっち要素の作語はあったら得するのは A の方ですよね。だから A が証明責任を負うわけね。 じゃあ次の段。要素の錯誤があったら得するのは A なんだから A の方に証明責任がある。じゃあ次。表依者に重大な過失がある場合、表依者は無効主張をすることはできない。A 側に重大な落ち度。A 側に重大な落ち度があれば A の保護が落ちる。A の保護は落ちて B 側の保護になると。で、その下。 重過失の存在については相手方が、表示者に重大な過失があったことについての立証責任を負う。二行目のところ、重大な過失があった。重大な過失があった。A に重過失があると得するのはどっちってこと ?A に重過失があると得するのは B 側ですよね。だから B 側に証明責任。だから B 側に証明責任なんです。もう一回繰り返すよ。何について誰が証明責任なの A に重過室があることについて B に証明付任と。で、2番見て。2番、二番だよ。左側、あ、んまり左側の問題、2番。A が B との間で売買契約を締結した場合において A に要塞策があるとき、A は事故の一生時に要塞策があることを、および、 および、意思用事が重大に回数,回数に基づくもので、ないことを証明、立証しなければ、これ余分ですね。重回数がないことを A が言う必要はないんです。それを言うのは B 側です。重回数がないことを A 側が言う必要はありません。それを言うのは B 側です。 で、最後、再例外。表示者に重環室がある場合は、作語無効を修正することは許されないが、相手方が表示者に策があることを承知しているときは、B 側がそれを承知しているときは、そのような相手方、B は保護する必要はないから、95条足し掛けが適用すべきじゃない。結局、B 側の保護も落ちる。ってことになります。 はい。では次、中の1。民法742条により、婚姻を無効とする場合を限定し、95条の適用を排除しているため、錯誤により無効になることはない。親族相続は基本、財産法のルールを使いません。親族相続は基本、財産法のルールを使いません。なので、民法十五条、95条の財産法のルールは使わないと。 物によって使うのはありますけどね基本は使わないですで次中の2作語無効と貸し担保責任の関係買ってみた壊れてた貸し担保買ってみた壊れてた貸し担保それが 重大な部分だったら勘違いだったと壊れてるなんて知らなかった壊れてる物件とは知らなかった勘違いだったよと壊れてる物件とは知らなかった勘違いだったよとでこれどっちを使うのと一番でかいのはいつまで言えるかです向こうはいつまで言える 貸し担保はいつまで言える期間制限がありますよね。ってことで、これ一回推論出てます。え、これ知識対策で押さえてください。知識対策は一番下の段です。知識対策は一番下の段です。釈後優先です。貸し担保席の適用は排除され、釈後のみが適用。釈後のみが適用です。共通項の方が優先します。共通項の方が優先します。 総則規定である。総則規定である。さえ、作語の方が優先します。で、ここまで試験で出ませんが、要素の作語だったら、作語無効のね。ぶち壊れている。で、それが要素の作語、重要部分だったら、作語無効ね。一方、ぶち壊れているけど、そこが重大部分じゃなければ、貸し担保ってことね。重大な部分か、そうじゃないのかっていう使い分けになります。もう一回いきますね。 ぶち壊れている。で、それがもう要素の部分だと。重要部分になるんだったら、これはもう錯誤を使うことになると。一方、要素の部分じゃないと。言うんだったら、これは貸し担保の方になると。 でまあこんな感じでやっていきます。あの一足一足について丸罰の理由とかを言っているという感じではありません。でできるだけあのオリジナル問題でもし誤りがあればオリジナル問題で罰足に関してはこういった理由だよってことはできるだけ講義ないかでは言おうと思ってます。でもしそれが触れてないものでわかんないものがあれば聞いてください。でまたオリジナル問題じゃなくて過去問のやつだった場合はもちろん自分で過去問集があると思いますのでもしあれこれなんだろうと思ったらその時過去問の解説その時過去問の解説を見てください。 繰り返しますオリジナルに関してはできるだけ×足丸足はもはそのままだからというしかないんですが×足については何かコメントがするようにしてますでもし、えーとえー、なかったら教えてくださいで逆に、えー、過去問の方についてはもし分かんないのがあればそのタイミングで解説を見てくださいでいつも言ってることですが直前期になって当連問題は別としても過去問について解説を頭から読んでる人はいませんよね 解説読んでると時間かかっちゃいますよ。解説読むのは本当に極力最小限してください。どうしても間違えたと。間違えてどうしようもないってもんだけ解説を見てください。まかり間違ってもここに載ってるものね、一問一問について合格ゾーンのね過去問の解説を一個一個見比べると。そんなことは絶対に見てください。それは直前期にやる学習じゃありません。じゃあ今度は8ページの方に行って、あと一つ問題やっていきましょう。 で、8ページの方の一番上、作語の類型と動機の作語、作語の類型と動機の作語、1、2、3、4、5、やってください。どうぞ。 はいじゃあそこまでえどのタイミングで止めているかというと大体皆さんの筆が止まったタイミングでやっています7割ぐらい7割ぐらいの筆が止まったタイミングで止めていますでそこまで終わっているってことはあ私平均的なんだなと逆にそこまで終わってなければちょっと遅いのかなとという感じで思ってくださいでなんでちょっと遅いかっていうと知識がまだ定着してないっていうのとあとは早い人っていうのは見た時にああの判例かなっていうふうにもう当たりかけて読んでます なので、ちょっと、ね、そこで解き終わってるかどうかっていうのは、ぜひ、えー、周りのかく周りのね、反応を見ながら確認してみてください。じゃあ行きましょう。9ページの方です。錯誤の類,、えー、類型と動機の錯誤。で、上の方に、意思の献血、内容の錯誤。例、10ドルを10ポンドは、10ドルと10ポンドは同価値であると誤解し、10ドルのつもりで、精にパって10ポンドと表示、10ポンドと表示した場合。次、標準の錯誤。 100万円というつもりで1000引っ張って、100万ドルと言った場合。一番した、動機の錯誤鉄道施設予定地であると誤信し、そうでない土地を高価で買ったとえこ。土地を高価で買った。土地を高価で買った。何が言いたいか。はじめ2つね。いくよ。10ポンドって意思はあるの一番上。10ポンドの気持ちはないよね。次。100万ドルって引っって、言い,い、言い放ったね。 100万ドルの意思はあんのないね。一番下。土地買うつもりはあったのないのどっち土地を買うつもりはあったでしょ前提に誤解があったけど、土地を買うつもりはあったね。上の二段、一番左。意思の献血と書いてます。意思がないのが上二つです。意思がないのが上二つです。 一方、動機の錯誤は、意思はある。意思はあるけど、勘違いだったと。意思はあるけど、動機部分に勘違いがあった。表示したことの意思はあるのね。表示したことについて、やりたい気持ちはあるのね。でもその前提を間違ってたと。 で、その下に、動機の錯誤の処理、判例というのがあるんだけど、ごめんね。先にちょっと先、下の方に行ってくんない下の表。ごめんね。推論対策、動機の錯誤、左側、動機表示説。錯誤とは、交換詞と表示行為の不一致を、表意者が知らないこと。固い言葉言ってますが、意思がない。で、気づいてない。意思がない。気づいてない。 これを錯誤と言ってるんです。判例は。それはまあ不一致という言葉を使うとそうなります。意思がなくて気づいてない。それを錯誤と言います。だったら次の段見て。動機の錯誤は意思があるんだから、動機の錯誤の部分は意思があるんだから、95条の錯誤じゃないよね、と。 よろしいでしょうか。ってことは、ごめんね。行ったら来たで。またこの表戻るからね。上の表をもう一回戻って。上の表戻って。動機の錯誤の処理判例。原則。動機の錯誤は95条の錯誤に当たらず、当たらず、無効主張はできないはずです。で、例外。動機が明示、または目的に表示されれば、 動機も一生児の内容となりその場合には95条が適用され無効視聴することができる動機の表示動機の表示ですすいませんあれ勘違いだったんですえどうしたんですかいや駅ができるとばっかり思ったんでなかったことにしてくださいえっ、ー、分かんないよ <に>2すいませんあはいあのさ原野駅できるらしいんじゃないですか駅駅駅できたら大儲け駅できたら大儲け土地買うできなかったらもめるぞできなかったらこれもめるぞ不意打ちの防止下の表の推論対策の理由付け理由の丸の2 動機が表示されることを要求することで、線引っ張って、取引の安全を図ること、取引の安全、不意打ちを防ぐ、不意打ちを防ぐことができると。それに対して、その下、批判、無効主張できる場面が狭まり、表依者保護に欠ける。 無交渉視聴できる場合が表示した場合に限っちゃう皆さんの買い物するときに自分の動機向こうに伝えますすいませんこのあんますごくおいしいと思うんで買いたいと思いますこんなふうに動機を表示して買うやつなんていないでしょ反論 動機が明示的そしてここです目次的態度で示されれば態度で示されれば案に示す態度で示されてればもうそれで表示でいいとあんパン買いに来る人がねまずそうだからという動機で買う人って普通いないと思うんですよあの買いに来てる人っていうのは美味しいだろうと思って来てますよね 態度で、もう動機が表示されてるわけです。態度で構わない。態度で構わない。案に示すで構わないと。ってことで、上の方に戻りまして、注意書き具体例。注意書き具体例。でね、EX123 というのがあるんですが、123というのがあるんですが、 こちらの EX の3。まず先に。協議履行に伴う財産分与契約によって、分与者が事故に上渡所得税が課せらいることを知らず、そのような理解を当然の前提とし、かつその旨を目次的に表示していた場合、目次的に表示していた場合、当該財産分与につき、錯誤無効の主張をすることができると。知っている方はごめんなさい。お付き合いください。えっと、財産分与をする場合っていうのは、金がある方から、あの、税金取ります。 あの分与するる方から税金取こっちが旦那向こうは妻こっちが旦那向こうは妻と思ってくださいほんとは税金取るのこっちね分与する分与して税金取らのこっちね民 <laughs> 子何時間ないから早くして <laughs> 土地はよるだから結論早く言ってお前払えんのか税金うん多分大変だぞ税金は税金できついからなこれ 誤解してること、自分に税金かからない、自分に税金かからないというふうに完全に誤解してるってことが、目次的にわかるんですよね。お前大丈夫かと。お前大丈夫かということで、誤解してるんです。明治じゃなくて、目次でも良いってこと。この目次でも良いってこと自体も出てますので、ぜひ押さえてください。目次的。左側の問題2番かな。左側の問題2番。過去問のやつです。 動機の表示は目的にされたのでは不十分であり、明示的にされ一周時になった場合に初めて法律公の要素になり得る、罰足と、目次でもいいということです。はい。では、行ったり来たりごめんなさい。右側の方の真ん中の中、具体例 EX123 と行きまして、1と2を上から見ていきます。1から。 自分以外にも保証人がいることを誤信して、連帯保証になることを同意した場合、他にも連帯保証人がいることを誤信したことは単なる動機の策に過ぎないため、他に連帯保証人がいることが、ここです。保証契約の内容となっていない。保証契約の内容となっていない。これで表示がないってことです。同じ感覚でもう一個 EX にも線引っ張ってきますよ。 家屋の賃貸人が自ら使用する必要があるという理由で申し立った家屋空き渡しの朝廷が整理した場合、後にその自由の不存在が明らかになっても、その自由の尊費が朝廷の合意の内容となっていない。朝廷の合意の内容となっていないときは、その朝廷について作後の無効思想ができない。合意の内容になっていないと。まあ、過去問なんで分かる人も多いと思うんですが、ざっくり言えば、あの、大家が出て大家が使うから出ていくと。 家が使うから出ててくって調だっだたんですよ本当はね。でも実際にはね、大家じゃない人が住んだんです。それはちょっと話が違うと思いますよね。でも朝廷に、大家が使うから私は出てく。大家が使うからを入れなかったんですよ。私は出てくしか入れなかったんです。この大家がで大家が使うからっていう動機部分が朝廷の内容にしてなかったと。 はい、ということでこれぐらいにいたしまして、えー、ちょっと一つ皆さんにご提案がこのページの一番下に推論対策動機の錯誤推論対策動機の錯誤というのがありますで推論についてはいまだここ最近出ていませんなので推論対策をどこまでやるか推論対策をどこまでやるかは任せますただこれはすごく有名な題材なので知ってても損はありませんが特に学習年度学習が短い方はあまり推論のところに時間をかけないように というか、推論を全くやらずに本試験に行ってもいいぐらいです。なので、これから軽く説明しますが、どこまでやるかは任せます。一番下、推論対策。左側、同期表示説。これは説明しました。一方、右側。一元的構成説。同期表示、不要説。反対説です。策ごとは、この2文字だけ覚えて、過去問出てから2文字だけ。真意と、 表示行為の雰囲気を表示者が知らないこと。真意という言葉。まあ、学者に言わせると怒られるんですが、ぶっちゃけて言いますと、右の立場はね、勘違いイコール錯誤と、勘違いイコール錯誤でいいじゃないと。 はい。で、なると結論。動機の錯誤も95条の錯誤に当たります。もうとにかく勘違いだったらもうこんな頭使わず錯誤でいいじゃんと。はい。で、理由付け。1、2、3があって2番見て。あの、錯誤の事件の90%以上が動機の錯誤です。あの、医師の献血の錯誤。 内容の錯語や表示の錯語は仮に事件になっても重回数があると認定されやすいんです。重回数があると認定されやすいので、ほとんどが動機の錯語なんですよ。なので、その動機の錯語が無効使用しやすいように、動機の錯語が無効使用しやすいようにしてほしいと。 下から2つ目の批判無効主張できる場面が広がり相手方の方にかけると今度はちょっとやり何でもかんでも無効主張できるじゃ,できるじゃないかとと言われてしまう一番下反論要素の錯誤か否か重過失があるか否かで調整されるので必ずしも無効主張できるわけじゃないと言い方悪いんだけど間口は広げて 途中で絞んで、えー、絞っていくと。入り口だけは、いいよい,いよ勘違いだろはい、かいこいかいかっこいって言って入れておいて、はい重要部分じゃありませんはい重大かしがりますと言って、間口を広げといて、そっから絞めていくからいいんだと。間口を広げて、そっから絞っていくからいいんだと。 とということで繰り返します。推論自体がもうここ今最近出ておりません。なのでどこまでやるか任せます。少なくとも判例の方はしっかりね左側の判例の方はしっかりやっておけばなんとか対応できるんじゃないかと思います。じゃあ次の予想の方に行きましょう11ページの方にいってください。 毎回、レジュメはどれぐらい出るんですかあ、最大64ページ。な、なんでですか ?64 ページ以降になると視点で打ち出せないから怒られるんだ、えー。今回47ページなんですが、最大で64ページにぐらいです。最大64ページぐらいです。じゃあ、11ページの方行きまして、次が代理です。で、代理でも、有権代理。一番上見てください。代理、ほとんど毎年出ている。 で、出るのが、代理一般化、無権代理、表権代理。で、大体これが、下上、大体交互で来てるんですよ。本当に役人が作る問題ですよね。下上、下上、下上と来ていて、いや、本当にふざけてやってるわけ、ふざけてやってるわけじゃないですかね。で、下が来てるってことは、上を狙っておいた方がいいと思うんです。で、 その下に詳細とありまして、代理一般、代理一般。で、これが来たとき、大体来るのがあります。え、それが上から3段目、代理行為の歌詞、代理行為の歌詞がほぼ毎回来ます。 では、何問かやっていきましょう。ページの方は12、13で。ちょっと順番入れ子になります。ごめんなさい。順番はね、まず上から3つ目。代理権の消滅自由。代理権の消滅自由。2問やってください。どうぞ。 そんなにこれはきつくなかったと思います。右側のページ、上から二つ目の図表。代理権の消滅自由。丸となったら代理権が消える。罰は消えない。法定代理、本人死亡丸、代理人死亡丸、任意代理、本人死亡丸、代理人死亡丸と。死亡のところはすべて丸になっています。 さあ、ドキソではありますから確認してください。注意書きです。特に、234。二三四私の講義を聞いたことがある方、いつものやつです。本人が死んで代理権が消えるのは、民法ぐらいです。本人が死んで代理権が消えるのは民法ぐらいです。訴訟や、登記法や、えー、じゃあ、証行為、これ消えませんので、民法ぐらいだってこと。 で、次に表の方ですが、表の方、左から、えー、左、上から二つ目。貢献開始。貢献開始。これは消滅原因として挙げられます。代理人の貢献開始は消滅原因ですが、補佐開始、補助開始は入っておりません。補佐開始、補助開始は入っておりません。ぜひ、このあたりは、すっと入った方は、はい、えー、それでいい。 入んなかった方条文見てやって条文見ればほ、えっと、後見しか載ってないから次が一番下解約告知解約告知というと分かりづらいんですが解,任あ解除です解除解除 委任契約はどっちに解除権あるっけ委任契約は両方に解除権がありますよね。任意代理の方が両方とも丸だよね。法定代理は委任契約ではない。法定代理は委任契約ではありませんから、法定代理の方は罰になってますね。 ではここはまあ基本としてちょっと一つ密室をやらせてくださいこれがこのページの一番上ちょっと問題やっていください問題いきましょう代理権の範囲1代理権の範囲2出てない論点です3つ4つかなやってみてくださいどうぞ じゃあ、行きましょうか。右のページの方、一番上の表です。代理権の範囲、未だ出てません。冒頭103条。権限の定めをない代理人は、次に掲げる行為のみをする権利を有する。1、保存行為。2、代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする行為。え、実習詞読んでみてください。 よろしいでしょうかね。わかると思いますが、少しやらせてください。おい、田中はい。頼んだぞえ、何頼んだかなうん、わかったけど。じゃあなあいなかった。これ頼んだって言われたけど、俺何すりゃいいのと。これ、明らかに頼んだんだけど、内容を明確に決めてない。内容を明確に決めてない場合、 103条のことができる。103条のことができるよう、イコール、これは代理として NG ではないってこと。代理として NG ではないってことなんです。内容を決めなくても103条のことはできる。代理として NG ではないと。じゃあ何をやっていいか。一番下、権限の定めがない場合。 丸一番、保存行為。まあ、ニュアンス通りでいいよ。EX はざっとで構いません。丸二、目的物または権利の性質を変えない範囲。これがポイントです。権利の性質を変えない範囲での利用行為。これを一つのキーワードにしてください。権利の性質を変えないです。 一応これが建前ね、で本音で言うと、本人が切れるかです。本人が切れるか。あの左側の問題、一番、二番、三番、勝手にやったら本人切れる考えて。払っといたから。おー、そこそこそこ、そっかそっか、払った、あ、ありがとう。あの畑、宅地にしたから、お前,どう,うお前どういうこと、お前どういうこと、お前何やってんの、お前。お前どういうこと。あのさ、預金を根本商事の株に変えたから、お前どういうこと、続い。 これ多分一応建前上は性質を変えないでも困ったときは本人がカットこないかと本人がムカッとこないかと一応建前は性質を変えないで言ってでも本音は本人が怒らないかとよろしいでしょうかなんで後で表を見ると分あるんですけど 無利息の借金契約を利息付きにしたら本人怒る貸す方ね借り方,、ね、方じゃなくて貸す方,、ね、貸す方で無利息の借金を利息付きにすればよくやったお前お前何よくやったじゃんこの野郎とってなりますよねこれ丸三番のところの EX 見てやって。 家屋に造作を施すこと無利息を利息付きに改めること無利息を利息付きに改めることじゃあ次行きましょうか。 今度は14ページ15ページ14ページ15ページで14ページの一番上自己契約双方代理12345自己契約双方代理123455個やってくださいどうぞ はい。じゃあ、そこまで。じゃあ、行きましょうか。15ページの一番上。自己契約、双方代理。えー、委員のところ、自己契約。当事者の一方が他方の代理になること。で、双方代理。同一人が当事者双方の代理になること。双方代理。これがダメだと。原則、ダメだと。趣旨は本人の保護ですね。趣旨は本人の保護にあるということ。 たまにでいいです。民法を勉強するときに、何のためにこのルールがあったかと、何のためにこのルールがあったかをたまにでいいから戻ってください。直前期の学習ってあんまりそういうことしません。んとにかく丸かバツかをひたすら覚えるんですが、何のためにこのルールがあったかをとにかく思い出してください。本人のためだと言うんだったら次の行。これは無権代理扱いになるから、本人が追認するんだったら OK ですよね。 本人のための話だというんだったら本人がそれを認めるなら OK なはずです。例外、カッコ1、カッコ2、カッコ1債務の履行を後始末にすぎない新たな利害は作らない。 新たな利害は作らない。後始末に過ぎない。新たな利害を作らないと。中の2を読み上げていきます。弁済期の到来した代金債務の支払いがこれに当たるが、弁済期到来前の債務。弁済期到来前の債務。 争いのある債務、時効にかかった債務の弁債、もうこれ後しますとは言えませんよ、これら払うのは。のように本人の不利益、利益を害する恐れがあるものは180単式に含まれない、本人の不利益に及ぼし得るものだからであると。よろしいでしょうか。で、5番なんかがどうでしょう ?5 番、左側の問題の5番。 金銭消費対策の貸し主 A は借り主 B を代理し、事故の再建につき、消滅事故の完成後に弁済することができる。ポイントは消、消滅事故完成後に弁済。消滅事故完成後に弁済、はい。では、上の方に戻りまして、中の1。ちょっといつも言ってる論点ですが、いつ出てもおかしくなんやらせてください。 形式的には自己契約、双方代理なくても、実質的に108条の趣旨に反する行為は禁止されると。例えば、借家人が家屋の賃貸借契約を結ぶ際に、借員というかか家主との間に封鎖が生じた場合には、家主に借家人の代理人を選任することをあらかじめ委任する旨の契約を結んだ場合、108条の趣旨に照らし、このように委任契約は無効であると。で、えっと、賠償の方を出してください。 2ページになります、えっと、通信、ウェブの方、大きな字にしています。なので、あのパッと見て、それで読み取れてね、ねあ、この情報はいいかなと思ったら、あえてプリントアウトする必要はありません。大きな字にしていますので,で、なおかつ、あじゃあ必要かなと思ったら、ね、プリントアウトもせずに書き写すという手もあると思います。読んでいきますと おうやあで、これ、11年の4のお。見ておいてください。11年の4のお。これの具体例です。11年の4のおの具体例です。おうや。賃貸借契約はするのはいいんだけど、もし揉めた時の話を決めときたいえ。何言ってるんですかおんそんなことありませんよ。いや、いいから、いいから。借家人。じゃあ、具体的にはえおうや。示談交渉は、私と君の代理人であると。 え、どういうこと君、時短交渉分かるえ、僕分かんないプロ知ってる知らないああ、分かった、分かった。次の大家の発言。あ、1 0円の発言。え、僕の代理人はどうすんのその人は大家。君の代理人かそれはな、僕が決めてあげるから。はあ、大家さん、これをしてすごくいい人だ下の図を見てください。 もうね、この大家、大家がいて借りる人ね、大家って借りる人、もうね、借りる人が、もう世間知らずだから、時短交渉のプロを大家が決める、この代理権を上げたんです。時短交渉のプロを決める代理権を大家が上げたんです。で、実際揉めたので、A の代わりに時短交渉する代理人を大家が選びました。で、この後、右側、A がいて、選ばれた X が、 大家と示談交渉をすると。どこを見ても自己契約双方代理じゃありません。自己契約双方代理ではありません。ですが、本人の利益を害す危険がある。本人の利益を害す危険があると。自己契約双方代理ではないけど、 借家人 A の利益を害す危険があると。なので、ぜひ11のの、11年の4の O、十一年の四のを見てもらって、その11年の4の O は、抽象的な規範、抽象的な規範しか出てません。その規範の具体例が出されておかしくありませんから、この具体例を覚えておいてください。 ちょっとページの方は16、17の方に行きましょうか。えー、ちょっと当てはめを一緒にやりたいので先に説明を、基本ではありますが説明をさせてください。17ページ、代理行為の可視。論点、意思の不存在による無効の主張を さき、さく、脅迫による取り消し、善意、無関失を要件とする規定等の成費は誰を基準に考えるか、特に3番ですね。善意、無関失は誰を基準に判断するか、その下原則、代理人で型をつけると。代理人で善悪を見るんだと。で、ここが悪意だったら、代理が悪意だったら、ここでストップです。 代理が悪意だったらここでストップです。代理に過失があるんだったらここでストップです。で、もし代理人が善意とか無過失だったら次の検討に入ります。代理人が悪意だったら上でストップ。で、もし代理人が善意無過失だったら次の基準、次の手順に入ります。 例外、本人が悪意有過失。二、特定の法律行為を委託された代理人が。三、本人の歳出に従い代理行為をした場合、この場合、本人基準になる。当てはめる点では、丸三は捨ててください。丸三は捨ててください。丸三の当てはめはできません。むしろいらないって学説も多いぐらいです。 丸の2ポイントは特定ってとこです。特定ってとこですでその下中1中2があって中の2特定の法律行為の委託とは EX1 がん予防の購入を委託これは特定になってません。2 癌予防の〇〇薬品の購入を委託。〇〇薬品。ここまで来ると特定です。ってことで、ちょっとこれ一緒にやっていきましょう。左側の問題のまず1番を読んでいきます。まずいきますよ。もう一回いきますよ。代理が悪意だったらそこでおしまいね。そうじゃなかったら、 次、代理が全員無解だったら次の基準に行くわけね。いきますよ。じゃあ1番読んでみて。よろしいね。これはもう代理が悪意だから、もうこれで処理決まりです。本人考える必要はありません。はい。じゃあ次2番どうぞ。 2番、これ代理人は B です。で、下から3行目に、B はその歌詞の存在を知っていたが、B はその歌詞の存在を知っていたが、もう代理が知ってるからこれで終わりです。じゃあ次3番。 3行目のとこに B がその事実を知らずかつそのことについて過失がなかった代理の部分は全員無過失ですじゃあ本人基準になるかというとこちら上から3行目で A が知っていたとありますあとは特定がどっかにありますか特定っていうか冒頭に載ってるよね 特定の動産と特定の動産って載ってますね。4番どうぞ。 くどいけど、代理のところが悪意とか過失があったら、それで決まればね。代理のところで悪意とか過失があったら、もうそれで終わりでいいからね。本人基準まで考えなくていいよ。はい。よろしいでしょうか。じゃあ最後、5番。 これですが、これ代理人は騙されてます。一方、本人は聞かないことを知っています。本人は聞かないことを知っています。本人基準になるかというと、一行目で、がん予防の薬品の購入の委託、がん予防の薬品の購入の委託、がん予防の公薬品の委託まで行ってないですね。がん予防の公薬品とまで行ってませんね。 だからこれ本人基準にはなりません。公約品の委託までしていれば本人基準とはなりますが、なってそこまで言ってませんから、結局は代理人が騙されたで構いません。代理人が騙されたで構いません。 はい。じゃあ、今度、次の表に行ってください。で、せ、これ結構悩むんです。あの、出ない可能性が結構高いんですが、やっぱ出ると、知ってる人は知ってるので、差がついちゃいます。一番下。代理人と相手方の通報虚偽表示。論点。代理と相手方が通報虚偽表示をした場合の処理。原則は無効。原則は無効。 そいつを選んだ本人が悪い。そいつを選んだ本人が悪いと。効果貴族はしないよ。効果貴族はしないけど、そんなのを選んだ君が悪いんだと。 で、例外事例。代理人が本人を欺く目的を持って、相手がと通報虚偽表示をした場合、ここのポイント、欺く目的、欺く目的。で、93条類推適用。原則だけでいいよ。原則、93条は有効処理ですよね。 でこれが出たことはありません出る可能性はそんな高くないんですが出されたら差がついちゃいます番章の3ページを見てください番章の3ページえー、まあここまでやらなくていいんですけどあのここが B こっちいったら A 向こういったら CBAC 頼むぞ俺のお金渡すからなんとか財産運用してくれよわかりましたやりますうんや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 あれないそろそろ来週あたり返してもらおうかなやばいやばいどうしような何悪いんだけどさ借りたことにしてくんないいや,いやどううやちょっといろいろやっちゃってさ俺とお前の仲じゃん 借りたってことにしてくんないなんでやりたいのいや、逃げたいんだよ、なんとか。頼むよ。怒ったよ。すみません、私、さっき、なてでっっけ、無効な理由。選んだお前が悪いと。選んだお前が悪いと。ここまでの状況になると話変わります。欺くも、えー、使い込むでこの A に 欺く目的、便を騙してやろう便を騙してやろう使い込みがばれないように騙してやろうという意図まであったんですだから単に通報虚議とまらないでえこれ通報虚議したのは本人を何とか欺いてやろう本人を何とかくらかしてやろうというかなり悪度い違です ってことで、この、欺いてやろうって気持ちがあって、えー、判例はどうしたかっていうと、最後2行のところ。本人 B に酷するので、本人 B が有利になる法律構成、本人にあまりにも酷なので、これで向こうは可哀想すぎると。本人が有利になる法律構成を、超スーパーウルトラヘリックスをつけます。超スーパーウルトラヘリックスです。聞いてびっくレベルのヘリックスをつけます。 いきますよあの因数分解って分かりますあわ分かんないあじゃあいいや94条って通報虚偽表示って通報虚偽表示ってお互いが心理留保し合ってる状態ですよね通報虚偽表示ってお互いが心理留保し合ってる状態ですよね 94条分解するんです。お互いが93条し合ってる状態だと。で、しかも、ここもうここでもダメなのにね、もっとこっからすごいよ。この93条の糸が、A を伝わって、こっちに行ったんだと。93条の糸が、代理を伝わって、B に行ったんだと。あのね、 ヘリクツはもういいやって思って心理流法って原則有効無効ここに行きたいのこれだけ出したいの心理流法は原則有効だから原則有効だから貸金債権が発生するよねごめんずれちゃった貸金債権発生するよねここに持っていきたいんですよ ヘリクツは諦めてください。ヘリクツは諦めてください。持ってきたいのは有効に何とかしたいんです。貸金債権を発生する。貸金債権を発生するって方向に持ってきたいんですよ。そのためのヘリクツが94条は心理留保をお互いにやり合っている。心理留保っていうのは原則有効だよねと。その有効だと。原則有効だっていうのを無理くり使って、あ、これは有効処理にしよう。 貸金債権は発生したにしようと。まあもちろんね、この B 側がこの心理留保についてえ、こちら善意だけど落ち度があったとか、もしくは悪意であればその話は変わりますけどね、それがしたいための法律構成じゃないからね、有効にするためのヘリクスだからね。 で、ちょっとこれであとはね、問題のね、当てはめをしてほしいんです。左側の問題の2番を、ちょっと私と一緒に読んでいきましょう。2番ね。2番ね。A は B から土地売却の代理権を与えられている。A が、 C と通報して、B の土地を売却したように装って、ここ、B を疑問した場合、このフレーズを見つけて、B を疑問した場合、本人を欺く B を疑問した場合、このフレーズを見つけて、B は全員無価値であれば、C に足し土地の売却代金を請求することができる。 93条、全員無関心だったら有効処理ですよね。一方、上の1番が、平成9年の過去問です。読んでいきますと、A の代理人 B の代理行為が、相手方 C の通報虚偽表示での,のであった場合において、A がそのことを知らなかったときは、C は A に対しその行為について無効主張することができない。 欺いてってどこにもないんですよ。欺いてってどこにもないんです。なので、原則処理。なので、原則処理。あの、代理人が通謀虚偽をする。これ自体が欺く行為じゃないのかと、と思うんですが。ちょ、そういうふうに考えると、どつぼっちゃうんでね。 これは、欺くという意図がちゃんと現れるかと。欺くっていう意図がちゃんと現れているかを見てください。で、おそらくね、個人的には、この2番の問題は当連問題なんですけど、実際には、実際には判例と同じ事案で来ると思います。で、この判例の事案は、使い込んでるってことがあります。判例の事案は、預かったお金を使い込んでる。この隠蔽のためにあったのね、預かったお金を使い込んで、 隠蔽のためにやっているんですよ預かったお金を使い込んでいて隠蔽のためにやっていると。ということで繰り返しになりますが単に虚偽表示だけだったら無効処理ね単に虚偽表示としか言ってなければ無効処理で欺く目的まであって虚偽表示をしていれば 93条処理をすると。はいでは、それぐらいにしまして、この後は自分でできるところが多いと思います、20ページの方まで行っちゃってください。 えっと、20ページの一番下。20ページの一番下。副代理人と本人の関係。副代理人と本人の関係。1番、2番。やってみてください。どうぞ。 えー、今日言いたいことはいろいろありますがたまには趣旨に書いてほしいということとでもう一個はたまには条文を引こう民法だけでいいから条文を引こう右のページの方を見てください右のページの方を使いますできればちょっと画面の方を見ててやってくださいありがとうございます A と B で任意代理委任契約プラス代理権授与 で、B が C に副代理を選んで、委任契約をくら代理権授与。で、この委任契約に基づいて義務が発生します。引渡し債権。え、受け取った物は渡せと。受け取った物は渡せ。BC でも委任契約あるから、受け取った物は渡せ。といった引渡し債権。C から見た債務が発生します。実は、646条2項の債務は、AC 間にも発生します。 その理由が上の条文になります。172項。ちょっと自分のやつ読んでみて。いくよ。副代理人は本人及び第三者に対し代理人と同一の権利義務を有する。いくよ。副代理人は本人に対して義務を有する。 本人に対して義務を有する。副代理人は本人に対しても義務を負う。副代理人は本人に対しても義務を負う。そしてたまには条文を引いてくれと言ったのは、実はその前に2文字ありません。権利を有する。権利を有する。 つまりどういうことかというと、ここね、ピックアップすると、委任契約って報酬絶対取れましたっけ特約がある場合だけ取れますよね。特約があった場合、報酬の債権が発生しますよね。この場合、自動的にこうなります。本人に対して義務を負うだけでなく、 本人に対しても権利を持つんです。でね、あの、絶対ではないんですけど、イメージは、AB の法律関係は、イコール AC の法律関係。AB の法律関係は、イコール AC の法律関係なんです。つまり、AB 間で引き渡す義務があるよね。AC でも引き渡す義務があるわけ。 AB で報酬が取れるって関係であれば、A、AB で報酬がもらえるって関係であれば、AC 間でも報酬が取れるって関係になるんです。なんで、義務を負うだけでなく、権利も請求できるってこと。義務を負うだけでなく、権利も請求できるってことです。 ということで、あの、ぜひ、たまにここのあたりの条文は見て確認をしてください。というのも、あの、くどくなるんですが、あの、この左側の問題の一番は過去問なんですよね。で、過去問で、ほとんど多くの方っていうのは、この事案ごと覚えちゃってるんですよ。事案ごと覚えちゃって、172個、そんなのど、そういう細かいことはどうでもいいんだよと。っていうふうになりがちなんです。出題者としてみりゃ、172個を出してるんだから、その発生を出してもおかしくありません。 ページの方はもうほとんどおしまい、えー、休憩前にほとんどおしまいになります。22ページの方を見てください。22ページ、一つオリジナル問題解説させてください。22ページの6番読んでみて。22ページの6番。 えっと、番書の3ページの方の下の方を見てください一応確認なんだけど副代理ってどんな図かを説明副代理がどっちかどっちかをいて A がいて B を頼むで B が C を頼むこれが副代理だよねこうだっけ A がいて B が頼む B がいるでこっちに C をつけるこれ違うよねこれ副代理じゃないよね上の文章読んでみて問題文の方確認してみて A のなでじゃないね A の名でじゃないよね。B の名前でやるんだね。A の名じゃないね。B の名前で下にくっつけるんだよね。A にくっつけたって B の下にくっつけるんだね。 では、あと1点だけやらせてください。ページの方は24、25。これやってちょっと休憩入りましょう。25ページの方。ちょっと問題が多いので、軽く説明だけさせてください。えっと、一度だけ出てる論点が代理と支社代理と支社です。えっと、右側のページ。A が B を使って誰かと何か契約したい。A が B を使って何かと契約をしたい。この場合、代理と支社で分かれます。 基準は大丈夫でしょうか代理というのは、裁量を与えたら代理。裁量を与えたら代理。裁量を全く与えなければ死者ですよね。裁量を与えれば代理。全く裁量を与えなければ死者ですよね。書いてる人もいるんで少しやらせてください。かっこいい車を買ってこい。裁量があるね。 フェラーリを買ってこい色は任せる裁量があるねお使いはどういつもタブを買ってこいとお父さんいつもタールがでかいからたまには1ミリの買ってくるかと違いますよねお使いはお使いは言われたことをその通りやりますよねお使い死者っていうイメージであると思いますが裁量がないってことなんです一番上代理と死者の一番上意思決定 内容を誰が決めるか。意思決定。内容を誰が決めるかっていうと、代理の場合は、内容を決めるのは代理人、裁量があるわけね。一方、死者の場合は、本人が契約内容を全部決めます。本人が契約内容を全部決めて、それを伝えるだけだということですね。 で、代理のところ、ちょっとごめんなさい。少しやらせてください。師え、代理、え、後遺者ってところ、これ A のことです。あ、ごめんなさい。ごめん。B のこと。後遺者、これ B のことです。B、意思能力必要。B、意思能力必要。っていうのは、B 自身が意思表示をするんですから、B が意思表示をするんですから、意思表示を作る能力。B が意思表示をするんですから、 B が意思表示を作る能力いるわけです。一方、下、行為能力。これはいらないのはいいよね。代理に行為能力はいらない。これはいいよね。一方、そのまま下行点、本人 A、本人 A、A に意思能力がいるかっていうと、いらない。本人が意思決定、本人が意思表示、本人が意思の、 意思決定をするわけじゃない。本人が意思決定をするわけじゃないから、意思表示を作る能力。本人が意思決定をするわけじゃないから、意思表示を作る能力はいらない。ここが不要だとしたが連鎖する。ここが不要だとしたが連鎖する。僕、意思能力ないけど、好意能力あるんだ。そういう子はいない。意思能力がなければ、好意能力がいらないってのは連鎖します。 一方、死者。死者のところの後遺者。いけるよね。死者の方は意思表示を作るのは、これは死者自身じゃなくて本人です。後遺者自身が意思表示を作るわけじゃないから、後遺者自身に意思能力はいらない。これがいらないと連鎖して下がいらない。一方、本人。 本人が意思表示を作るんだから本人に意思表示意思能力がいるでその下本人に行為能力がいるそうですこれは丸のみしてくださいよくわかりませんある本見たらこう書いてました AB どっかで行為能力がないとまずいと AB 誰かに好意能力がないとまずいだから A に好意能力がいるんだとその人にぜひ聞きたい代理はどうすると代理はどうすると代理って下手すれば代理って下手すれば代理に好意能力ないし本人もないですよねもうそのあたりでもう完全にデッドロックですここは諦めてくださいその下 行為の瑕疵は誰を基準に判断するか。難しく考えないで。意思表示をするのは誰だったら意思のトラブルは誰で見るの代理が意思表示をするなら意思のトラブルは代理で見るし、本人が意思表示をするんだったら本人の方で見るし、と。次。B が 婚姻の意思表示をすることができるかえ、こちら。親族相続の世界は代理は NG だね。親族相続の世界は代理は NG。だから左はダメ。一方、死者なら OK と。別の角度で言っていい親族相続は本人の意思が必要です。代理って裁量がありますよね。ちょっと君はタミコじゃなくてトウコの方がいいんじゃないのと。 裁量で決められたらたまったもんじゃありません。一方、死者は、民子がウコは誰が決めてんの本人が、悪い、民子と結婚したいからさ、ちょっと、プロポーズしてきてくんね。本人が決める、自分で言ってもバカらしいな。バカらしいんだけど、本人が決めて飛ばしてるだけなから、本人が決めてるから、こっちは問題ないわけです。自分でもバカだな、これも。した副福人。 副人ですが、これ裁量って考えて。裁量って考えれば、任されると困るよね。裁量って考えれば、任されると困るよね。こいつだから裁量権を与えたのに、それが他となんだら困るよね。一方、死者であれば、死者であれば、誰が伝えるかの違いに過ぎませんよね。 で、これで終わりにしましょう。無権限の B が行った場合の責任。代理については条文があります。117条。一方、死者についてですが、死者は条文が何もありません。死者は条文が何もありません。ただ、解釈上、不法行為は考えられます。解釈上、不法行為は考えられます。ただ、条文自体はないんですよ。 死者何条って条文はありません。といったところでちょっと長引いてごめんなさい。一旦切りましょう。10分の休憩に入ってください。